はい、ちょっと今緊急動画回してるんですけど、ついに決断の時が来てしまいました。今までずっと目を背け続けてきたこと、それとちゃんと向き合いが来てしまったっていう、それが何なのかっていうと、まあ、iPhone です。今まで iPhone SE を使ってたんですよ。で、 SE っても結構古くて、今もうね iPhone15 とか。なぜじゃあ iPhone SE を使い続けたのかっていうと、ボタンがあるんですよ、 iPhone SE。 これね、はい、ボタンが、これボタンがないと嫌なんですよね。それがずっと引っかかってて、ボタンがあるやつが出るまでは変えないでおこうみたいな、その謎の意地とプライドで変えずに来たんですよ。でもね、世の中はみんなどんどん iPhone 新しくしていって、もう SE はもう画質も悪くてロードも悪いような気もするし、コンパクトっていうのがいいんですよ、これこのサイズなんで。まあ確かに15 Pro でかいから片手でね収まる。15 Pro とね、大きさ的にはまあこれぐらい違う。まあ言ってもうちょっとか一回りぐらいでかい、まあ、もっとでかい見ちゃった俺。マックスがでかいな、プロマックス。なるほどね。それにせんかったらこの大きさないの。まあそれです。ちょっとありな気もするな、こうやって見ると。なんかちょっとかっこよさもちょっと違うしな、ほら。まあまあのカメラのまず、感じが違うし、画質も全然違うから。なんかこれ 2D と 3D みたいな、なんか差がありそうな感じのカメラも3つ指導しなんか分からんけど、まあ、画質は全然違いますからね。で、なぜこれを変えようかと思ったのかって言ったら、俺キャスやってるんですよ、よく。はい、で、はい、なんかある日突然ツイキャスでノイズが発生するようになったんですよね。へー、ザーっていう雑音がずっと聞こえますみたいな。最初俺相手しなかったんですよ、鬱陶しいなみたいな。大したことねえやろと思って相手しなかったんですよ。1ヶ月ぐらい多分ずっとね、ザーって聞こえるんで何とかしてほしいって言われてたんですけど、家引っ越してからそれが起こったんで、家の扇風機とかちょっとしたエアコンの音とかと思ったんですよ。あ、なるほど。で、あまりにも言われるから、一回自分のツイキャス終わった後のアーカイブに残ってるやつに聞いてみようと思って聞いたんですよ。怖いぐらい雑音入ってて、え、これやばないって、いや、前師匠出るレベルで雑音入ってたんですよ。で、これ全然扇風機じゃないしみたいな、これ家からじゃないと思って、で、こいつが原因なんか分かんないですよ、なんかやばいなってなったんですよ。で、もう一個僕 SE をこれアプリ用で持ってるんですよ。ほぼ使ってないんですけど、綺麗な方、あんま落としてない方ね、これを使ってキャスやったんですよ。そうしたら雑音何にもなくて、だこっちの携帯に何かしら問題が起こってるんですよ。まあ間違いないな、それは、で、このタイミングで携帯を変えるわけなんですけど、この機械だったら一番新しいやつ買おうかなと思って。なんでボタンがいいのかって言われたら、なんかもうガラケーから変えたくなかったあのタイミングみたいな感じあるじゃないですか。もう慣れてるからってことですね。そう、あのガラケーのことでパッて開けるやつが好きみたいな、パッて閉じるのが好きみたいな。はいはいはい。俺最初それで iPhone 買えへんかったもんな、スマホ出た時に。でも結局ね、時代に流されて俺もスマホ一族のうちになったけど、今回流される時が来ました。俺は時代に流されてしまう男だ。でもね、時代に流されるっていうのは、なんかこう、物はいいようなんですよ。時代の波に乗るんです、俺は。流されるんじゃなくてね。だから、このタイミングで iPhone15 に変えます。これマジでかい発表です。いやー、お分かりですよ、iPhone SE と。こっちは残るけど。このボタンあり楽ないな。スクショ撮るときもね、こう、こことこう両方押すんですよ、一緒に。ピッて。あ、そうだったっけ？もう多分忘れとるやん。元カノのこと忘れてしまう男やもんな、お前は。愛した女のことも忘れて、今の女とな、よろしくやっとんかな。俺の元カノとの別れはこれ辛いけど、もう長い付き合いだからこいつとは。でも次の女に乗り換えます。仕方ない、それは。と、例えばこれね、見てくださいよ。ちょっとキャス聞いてる人にめちゃくちゃいい報告です。すごいのが届いてます。え、ツイキャスの盾、いつもツイキャスをご利用いただきましてありがとうございます。レベル50達成の記念品としてツイキャスの盾をお送りします。これまだ見てなかったやつ。ツイキャスも盾あるんや。なんか YouTube の盾みたいな作ったわけよ。でこれちょっと前届いたんやけど、なんか出すタイミングなくて、サブチャンネルかなんかで言おうかと思ってたんやけど、もうせっかくこうキャスの話出たから、まあ、自分がやっぱりもう大事にしてきた場所の一つで、キャスは YouTube の次に大事にしてる場所なんで、まあ、キャスっていうのは分かんない人のために言うとラジオの生配信です。生放送でラジオしてるだけの話です。うわすげえ。YouTube の盾よりちょっと嬉しいかも俺。あの10万人記念のとか、あれとかどっか行ったやろ。どこあるの10万人記念の盾。100万人はあるんだよ。10万人どこ行った。帰って俺の10万人。おお、キャス全然かそっとるアプリやのに気合入っとるな。いきます。てててててて、おお、結構これ高い。うおー、キャスのこれキャラめっちゃいいやん。うん、レベル50めっちゃいいやん。スイキャスめっちゃいいやん。8月18日に。めっちゃいい、めっちゃいいやん。かっこいい。うわ、めっちゃ嬉しい。レベル50アワード、光るネクストステージ。うわ、これはちょっと普通に嬉しいな。あとこれはさ、YouTube やっとるだけでの人には手に入らないわけ。まあ、だってキャスでレベル50させたら無理やもん。いや、これ嬉しいわ、普通に。お、かっこいい。めっちゃかっこよくない？てか、YouTube 立てるかっこくない？確かにすげえ、これ。すげえ！やば！嬉しい、これ。これ飾っとこうかな。これで。うわ、めっちゃいいやん。マイクどねるかな。嬉しい、最高ですよこれ。まあ、これちょっと報告したくて、キャスいつも聞いてくださってる皆さんね、皆さんと一緒に勝ち取った盾ですから。あれはあの右の方は YouTube の視聴者の人と勝ち取った盾なんでね。まあ基本的には YouTube 一本なんですけど、空いた時間でツイキャスをやっていくというスタイルは今後もやっていこうかと。そのツイキャスの要であるスマホ、こいつが壊れてしまっては活動に支障が出ます。買いに行きましょう。
久しぶりに行くぞ、あの iPhone 屋さん。ほんまに行ってないかな。行くと来たな。アップル。アップル行くか。ジョブルか。ジョブル。うん。ジョブズが作ったアップル行くか。ございます。楽しみやな。携帯変えるって俺正直嫌なことの一つなんや。なんか引っ越しみたいな感じでなんかだるいんやな。なんかこう新しいこと覚えていかないといけないっていう、こう面倒くささ、そういう点のようでの変化好きじゃなくて、だから正直こう携帯変えるとき毎回なんかこう嫌な気持ちで変えに行くというか。でも今回は、まあ、YouTube 回っとるし、この機会から行くかっていう気持ちが固まったから、うん、ワクワクしとるというか、一体どんな世界を見せてくれるのか俺に。いや、そもそも今ってさ、もう iPhone の値段もめっちゃ高いやん。もう高い、ほんまに高い。昔って携帯ってさ、なんか 2,3 万のイメージあったんやけど、今ってもう5万とか超えるやろ余裕で。15とかじゃない今。 15万のやつとかあるよ今。確かそう。えぐいな。それは確かに iPhone 買ってもらったりとかもらったりして嬉しいやろな。それはやばいな。俺昔携帯電話さ、なんか絶対人が選ばなそうな微妙な色選んでまうっていう性質あって、初めて持った携帯なんかほんまに小金虫みたいな色やったんだよ。青色系の小金虫みたいな、絶対誰も選ばへんやろなみたいなやつ選んで、ほんま後悔したことあるんだ。やあれって無難な色選ぶのが一番いい気がする。当時そのカバーとかないもんな、もうその色しか無理やもん。確かガラケーのいいところはポケットの中でも操作できたことかも。ボタンの場所で覚えれるやん。だから打てるわけよ、パパパパパって。だから学校おる時とかにポケットの中とか机の中で携帯パパパパパってやって、好きな女の子とか気になった女の子とそうメールするみたいなけどあったから、当時それできるやつ結構おったと思うね、いっぱい。見ずにも大体わかるみたいな、画面見んでもすごい、ね、ほとんどの操作が分かってます。文字打てるんや。そうそうそう、文字打てる。文字打って送信とこだけ確認してペッて送れば。今はでも学校もスマホ OK なとこ多いんやろな。だってその TikTok とかでその学生とかがよく上がっとるやん。ああ確かに。あんなスマホ OK じゃないと無理やん。昔はな、結構携帯見つかったら学校終わるの没収みたいなとこあったけど、時代が変わったな。その時代の変化に乗ることなく、まあ、ガラケーとは言わへんけど、このボタンあるよ使っとったから、ボタンなしをちょっと練習せなあかんやな。でもあれなんか俺も嫌やったけど、一回使ってみたら案外もう普通に何の問題もないよ。何の問題もなかったていうか、指紋認証じゃなくなるやろ。ああ違うな、フェイス ID とかある。暗くてもいいやったから。フェイス ID やったら暗かったら無理やろ。どうなの、俺フェイス ID 使ってないから分からんねんけど。あでもパスワード打ってたんや毎回。俺毎回打つた。だるすぎやろ。でこれ引き継ぎってさ、 LINE とかがなんか全部消えないんだっけ。いやもう全部できる今。あそうなの。全部一気にそのアイコンの位置とか LINE の履歴とか全部。じゃ引き継ぎへんものはない。ないです。マジで。あっちだ、来た。あここよく通るとこや。今ここいつでも人多いやん。じゃあ行ってきますわ。じゃあこれはい買ってきます。ないわ。なんかネットワークらしい。テントに置いてないって言われた。他はあるけど、なんか他微妙じゃない。あでもそれやったら、でも、うん、俺撮影用に iPhone15 Pro 買っとって。いやいやそれよこす。でも俺1台これ使っとって、1台は俺使っとって、もう1台あるから。いやいやそれよこすよ。じゃあそれじゃあ。いやそれじゃあじゃない。何アホだ。で撮影用で使うから、まああったらもうそれで使ってもらっていいかなって思って。いやいやいや、どう考えても俺優先やろ。何が撮影用やねんほんまに。それ言えよ。ちょっとだからあります、ここに。何やねんマジでお前。はい、気持ち悪い。ゲットしました。 iPhone15 Pro。 これどれぐらいするの。多分15から20です。マジで。はい、だから 1TB なんで一番容量の高いやつなんで。なるほど、ね、やっぱ撮影ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。うん、確かに容量とかいるんで。大事大事大事。一番マックスの買ってるんで。やば、ちょっとなんか重みが違うな。なんかこれなんかすごいな、この入れも。うわこれが俺の iPhone か。じゃあ、まあ、ほんまハメ撮りとかも撮り放題なんや。いやいやいや、めちゃくちゃ画質綺麗ですよ多分。なるほどね。本当に。まあ佐々木さんはそれ詳しいやろうか、まあ、その道のプロって言われてますから、まあそうですね。まあ、だからいかに僕は12で綺麗に撮るかっていう勝負します。なるほどね、はい、主観の捧げね。うん、まあまあ冗談ですよ。YouTube 撮るためにやりますから。はい、あとツイキャスのためにね。これで音声が一番上がるんじゃないか。音質上がるんじゃないでしょ、ツイキャスの。スマホの。こういうこと。え、すげえ、くっついてるここ。おお。え、マット。まあブラックですね。マットブラックじゃないこれ、マットじゃない。かっこすぎ。カメラのこの台数ね。おお。おお。おお、何これ何これ。ハロー。ハロー別に。ハロー。ハロー。ニーハオ。ニーハオ。お前。何やこれ。難しい字書きやがって。何やこれ。日本語で書けよ。あ、来た。こんにちは。何やこれ。めちゃくちゃテンション上がってる。もっと早く変えたらよかったのに。おしゃれやなこれ。どうやんねんこれ。おお、来た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 。あ、これで来た言語ね。日本語にするのかな。言語選択して。国または地域。はい。日本よ、ジャパンよ。外観どうでもいいってそんな。あ、これで自分のその携帯を開いて。クイックスタート。あ、来た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 。新しいアイフォン設定。あ、それを押して続ける。はい。接続中。あ、おお、これで新しいアイフォン見てください。おお、来た。準備開始します。おお、 iPhone のパスコード入力。これ大事やからな、俺のパスワード。絶対誰にも破られへん最強のパスワード設定しますからね。来た。
え、Wi-Fi ネットワーク？何これ何これ。あ、そう、ここ Wi-Fi ないんや、ここ。帰らなあかんわ、じゃあ。よし、ちょっとじゃあ、自宅戻りましょうか。てか、もうお腹すいたから、ウーバーイーツも食べようかな。ちょっとウーバーイーツも頼んどきます。じゃあ、家着いたんで、続きやっていきます。おお、来た。フェイス ID。枠内に顔入れてください。もう少し下に動かしてください、iPhone。それ、サングラスかけるとあかんのじゃん、ワンちゃん。オッケーです。完成しました。クイックスタート。あ、これ。来た来た来た。続ける。ロックオン。光の iPhone からデータを転送。行こう行こう。約1時間。来たー。こんな簡単なんや。そうです。みんなも変えた方がいいぞ、iPhone。高いからな。こんな簡単なんやっていう。でもね、俺のチャンネル年齢層高いやん。だから多分こういう機械に疎いおじさんとかおると思うんやて。はいはいはい。これありかも。簡単やわ。まあ行こうってほんま確かに面倒くさかったよ昔って。うん。お、来た、始まりました、戦争中。ほら、あ、来た来た、始まりましたよ。残り時間算出中。結構でも進んでる。うん、よっしゃー、行け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 。でも多分な、ほぼ俺使ってないからな、データ量少ないと思うんだ。だって俺 YouTube の撮影とかせえへんし、写真も動画も撮らへんから、マジですげえデータフォルダ少ないから早いかもしれない、終わるの。まあちょっとこれはもう待つしかないんでね、待ちます。到着しました、ウーバーイーツ。残り18分。なんだかんだ1時間かかんないぐらいでしたね。マック食べてる間に完了するんじゃないでしょうか。ビッグマック出た。やっぱこの大型イベントの時にはやっぱビッグマックでしょう。これは俺からしたら大型イベントやから。初デートの価値はその人にしか分からんから。俺らからしたらたかがデートかって思うやん、もう経験しとるから、うん、でも初めてデートする人からするとドキドキよ。その気持ちも忘れたよな、もうそんな気持ちなくなったやろ。初めてハイブランドの財布買った時の気持ちもないやろ。いや、それはあります。ないや、嘘つくな、絶対ねえやろ。なくなっていくねん。でも俺は iPhone 変えるのもめっちゃ久しぶりやし、新しい一番最新のモデルにするっていうのがもう10年ぶりとかのレベルでもう久しぶりなわけ。まあないもんな、マジないわけよ。だからこのテンションなわけよ。これを作られたテンションだと思っとるんじゃない、お前ら。思ってないで、別にそんな、うん、表情も声もムカつくわ。なんかほんまに分かってないな。いただきます。うわ、うまそう。ビッグマックでしょここは。うまっ、最高。その最強のセットやもんな、ビッグマック、うん、ナゲットと。いつもマッソリなんだけど、あえて今回バーベキュー選んだ理由、わかる？昔はバーベキューやったからそこを思い出したかったんじゃない？よくわかったな。もう大体それぐらいでない。すごいな。手を汚しながら食べるマクドが一番うまい。バーベキューやばいな、これ。これうまいわ、最高。ほんまここでファンタグレープが欲しかったんやけど。確かにファンタグレープ頼むよ。いや、頼む忘れとった、普通に。ガチミスった、そこは。気になっていい？これビッグマックバーベキュー。気になるな、それ。それしたことないよ。これやばすぎ。これマジうまい。これ禁断やから。でポテトをあえて乗せて、さらにここにこう、まあ、さらにこうやって、これうわ、そんなことあるんや、そんなことあるんや。うん、これマジ禁断。うわ、これはやばいな。うん、うまっ。レベチやったな、うまさは。余計かも、 iPhone 変えたし。なんかめでたいこと起きた時はビッグマック食べるっていう。やっぱおっ、え、完了した。あ、これでもじゃあ来た、全部移行されました。ようこそ iPhone へ、来ました。おお、来た。お、全部入ってる。なんか今待機中だった、全部アプリが。あ、そうそうそう、それちょっと経ったら、おお、すげえ。あ、 LINE とか復旧しとる。 LINE とか入ったら全部履歴あるから。確かにもう一緒やもん、だってその配置がやばい。ファンザ引き付けたんでかいな。正直一番余力と、多分俺ファンザやと思うんだな。ファンザの、うん。おおおお、来た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 、 LINE 来た。おかえりなさい、光。お、ほんまや。本人確認する。おお、来た、すげえ、完全に戻った。ほんまに完全にもう待ち受けも全部一緒やし。ああ、ほんま待ち受けもなんや、これ。うん、やばいやん、これ。しかもさっきフェイス ID やったんやけど、マジ秒。俺フェイス ID やろう、そうやったら。フェイス ID これやるやん、いくで。これ開くスピード、ほら。おい、やばない、一瞬、めっちゃ早い。どこでさっき確認した？他のやつがやったらそれできひんのだろうな。一回やってみる、佐々木さん。これで開いて、開いてください、フェイス ID。いや、無理でしょ。え、何もなんないですよ。無理無理無理。やっぱね。いや、そんな初期の。あ、俺もうさっきパスワード画面でバンって言った。いや、フェイス ID、 フェイス ID 買って。そういうもん。やっぱ顔選ぶんじゃん、 iPhone。 いや、でもそれで言ったら僕のやつ、光くんのやっても無理ですからね。いや、わかんない、わかんない。 いける、わかんないですよ。ほいフェイス ID。 あー、くそ、無理だよ。ほら、無理や。 iPhone12 やから、正直。iPhone10 になってたら長くできん。 iPhone12 なんてもう今じゃもうオワコンでしょ。オワコン。 iPhone12 なんて15でしょ、時代は。12は終わったでしょ。
すげえこれマジで感動するな。ちょっと大興奮やなこれ。あとカバーと前のところのその保護シートみたいな貼らないと落としたら割れるんで。なるほどね。画面がでもそれは前も貼ってないけど保護シートなんて。やばいな、絶対貼った方がいいけど、まあ、落とすの前提で使ってませんから落とし通りだから何回も落としてでもまあその最悪の事態想定するなんてやりたくない。俺の人生においてそれはさ、告白するときにちょっとつつきながら告白成功するかどうか試しながらやるタイプってこと。いやだからそうじゃ、単純に保険をかけて俺のことどう思っとるって聞いて、うん、まあ手応え感じた後、感じた後に付き合ってくださいでもさせんだよ、世の中の保護シート貼ってるやつみんなめっちゃダサいな。させんだよお前たち。いやいや、だから一回落としたら壊れる可能性があるから、うん、その保護シートつけてんやんマジで画面割れたら結婚するときに離婚するかもしれへんと思って婚前契約書結ぼうとすんだそういうことやからな、保護シートなんていうのは。俺は保護シートなんて使わん。つけへんねん。つけ、俺がつけんのはコンドームだけやから親父に唯一教わった、つけるのはコンドームだけでいいんやってお前それだけ守れって。SIM カード入れないとそれ最後に入れますか。じゃあそれまっすぐ刺したらピッとじゃピュンって出てくる。なるほどね。おお、これか。そうそうそう、こいつか、俺のすべてこれが。おお、来た。でそこに、おお、それでカードスラッシュとしたらもう使えるようになるんです。あ、ほんま SIM 出しがなくなった、 SIM 出して係になった。いけるわこれで。確かにこれで電話がいけると。まあ、電話意外にあんま使わんやろ。でも外でだから電波が強烈。ああ、なるほどね。ああ、そういうことね。電波もこれが使ってます。そう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 。すげえ、完成しました。やった。じゃあちょっとね、このスマホを持って次もう一個欲しいものがあって、季節が今変わってきてちょっと秋近づいてるじゃないですか、うん、服がないんですよ。ああ、私買ってないもん。そう、半袖ばっかりしか買ってなくて、今の時期とかちょっと冬の時期の服がなくて、それをもうまとめ買いしたいなと思ってて、買い物行きましょう。行きますか。一気に手に入れよう思ってんで。衣装って大事だなと思って、 YouTube 撮っとく中で派手な服欲しいなというか、なんか明るい服っていうかな、欲しいなと思っとって、やっぱ黒い服ってさ顔が暗く見えるやん。そんなのばっか着とったから、これからはちょっと入れ替えようと思って、できる限りちょっとなんかこう華やかな服を着たいなと思ってて、そういう服とかまあ探しに行きたいなっていう。例えば動画の投稿頻度減ったからさ、毎回同じ服ってちょっと微妙やん。まあ同じ服の時もあるけど、ちょっとレパートリーがあった方が優秀的にいいかなと思ったんで、もう最近全然買ってなかったんですけど、久しぶりにちょっとハイブランド買いに行きたいなと思います。向かいましょう。やってきました、おなじみルイ・ヴィトン。まず1店舗目はここで欲しいのを探して手当たり次第買います。今までね、本当に同じ服ばっかり着ましてて、もう単数しか着なかったんでね、今の時期着れるやつを買いに行ってきます。まあリザードももうすぐ新作出るんですけど、まあ、それでもハイブランドやっぱ着たいんで買います。行ってきます。では買ってきました、ハイブランド開封動画。普通の YouTuber ならこれだけで1本動画にするだろうという量を買ってきました。まず第1位、ルイ・ヴィトン。よいしょ。うわ、はい、来ました。めちゃくちゃカラフルなすごっ。後ろこんな感じです。すごいなこれ。やっぱ俺思ったんですよ、派手に行こうって。そもそも頭こんな派手やのに派手になるのおかしいんですよ。まあ普通のね、多分ね、人は多分こういうの嫌いと思うんですよ、派手すぎて。でも逆に有名だからこそこういうとこ行った方がいいんじゃないかっていう、ね、最近そう思ってます。目立つなんぼやから。目立つなんぼ。そして次、こういうの違い。おー、かわいい。めっちゃよくないこれ。これ 100% もう女受けっすね。鼻触りが来てそうな感じね。これは触り心地もいい。てか匂いがちゃんとビトンの匂いするの。あるよな、ビトンの匂いって。あるな、ビトンは。あー、デビトンの匂いするわ。最高。そして次、これもまた派手。まあこれめっちゃいいけど、はい、これいい。これ映えと思うんだもん。映える。もうこれもド派手やから、もう見た瞬間にこれしようっていう。でもね、こういうのって大体展示されてないんですよ。裏にあって、なんか派手なの出してくれって言ったら出してくれたっていう感じです。これめっちゃいいな、うん。まあ、全部着やすいかなっていう。最高。やっぱこうカラフルな方が見てる人も楽しい気持ちになるかな。うん、今まで地味すぎた。次、行きましょう。来ました。うわ、ベロア生地のフーディ。これよくない？緑の。これめっちゃかっこいいもん。ちょっと可愛いしな。あー、最高。はい、次、これはまあ王道みたいなやつですね。あー、まあシンプルにかっこいいですね。まあ、単純にまあ黒はあんまり必要なかったんですけど、まあ、単純にもかっこよかったから欲しくなったって。女の子好きそう、うん、中の生地もめっちゃ可愛い。ほらほんま、まあ、見えへんと思うけど裏側もなんか地味に可愛いっていう。これもいいな、可愛い。そしてヴィトンのラスト、グリーン。来ました。あー、グリーン珍しいもんな。そう、まあ、このさっきの黒の下側がっていうやつですね。逆バージョンだ。逆バージョンです。これもね、一目見た瞬間にうわ派手やから行こうって思いました、うん、可愛い。でもめっちゃいいよ、なんかマジで全部だね。早く来たい。今から着ようかな、一着。なんかうわー、どれがいいと思う？どれ行く？あ、派手なやつがいいんじゃない？派手？あ、でもこれか。まあそれが一応派手じゃん。これ着るか、色的に。ちょっとこれ今から着替えます。さすがの、さすがに。来ました。
わあ、やっぱすごいな。うわ、めちゃくちゃいいよ。やっぱ服違うな、あるだけで目立つもんな、うん、めちゃくちゃ目立つ。これすごいね、やっぱ。あ、やっぱこれぐらいでもいいんじゃない。サム的にもさ、いや、めっちゃいいと思う。そう、これでやった方がなんかクリックしようなら、うん、で、一応6着で、130万円ぐらい。まあ、ちょっとこの辺はね、今後たくさん着ていこうと思うので、そういうのも込みで YouTube を楽しんでもらいたいなっていうふうに思ってます。そしてルイ・ヴィトンで買い物をして、まだまだ足りなかったヒカル、次に向かった場所一体どこだったのか。こちら、ディオールです。出ました。ディオールね、探したんですけど、多分ピンとくるのが2着しかなくて、結局2着じゃ買わなかったんですよね。さて、見ていきましょう。はい、まずこちら、まあ、俺がよく T シャツで着てたやつのフーディバージョン。色も派手やし、まあ、1着ぐらい持ってもいいかなっていう。まあ、俺やっぱ派手なの好きなんで、やっぱ黄色似合うんだよ、金髪なんで。で、もう1着が、はい、こちら。おー、かわいい。これ最新の多分ロゴのやつや。そう、最新のやつで水色、まあ、これも着やすいかなっていうことで。そしてそして、ディオールで買い物を終えたヒカルさん、なんと次に向かったのは LHP というセレクトショップ行きました。そこでね、想像以上にたくさんあって結構買ってきました。1、2、3、4、4つ買ってきております。大量。まず見てもらいたいのがこれかな。これも結構ね、普段絶対買わなかったやつ。シャッ、うわ、すごい派手やな、これ。これヤバくない？かわいいけどな。これウサギ、まあ、今までじゃ絶対ないこれなんかね、あのさっきみたいな白い服の上に着ると結構いい感じで。これもでもね、多分ハイブランドで結構高かった。8万ぐらいしました、これ。あとディオールは多分ね、さっきの2つで多分40万ぐらい、多分それぐらいしそうと思う、ね、はい。で、これと、あとこれ見て、ピンクの。そう、ピンクのネズミ。ネズミで、オーバーサイズなんですよ、これ。これ一応一番下のサイズで S サイズなんですけど、めっちゃでかいんですよ。でかっ。そう、これもさっきみたいな白いやつとかの上に着ると結構いい感じになってました。まあ、一応着てみますよ、一回どんな感じなのか。ちょっとこの服に合わないと思うんですけど、まあ、サイズ感も珍しいですもんね。いや、これフォルムがね、だいぶね変わってるんですよ、うんうん、これも多分ね10万ぐらいだと思いますね。だからこれブランド自体がなんか結構有名な、誰だったっけな、誰かのやつ、レイ・アンダーソン、ロイベと。あ、そう、ロイベコラボ。そう、ロイベの人らしい。はい、めっちゃ目立つもんな、これも、うん、っていう感じです。まあ、これ下さえ変えれば多分もっといい感じになるかなっていう。これぐらい派手な方かな。とっとってなんか楽しくないですよ、見てる人も楽しみそう。っていうので2着買ったの。プラス靴とか買うつもりなかったんですけど、ヤバい靴見つけちゃって、もう思わず同じやつの色違いを2個買ってしまったってやつがあるんですよ。もう完全に俺が買うべき靴を見つけたんですよ、本当に最初は片方だったんですけど、レジの時にマイスさんが、でもあの片方もめっちゃかっこいいけどなみたいな、なんか自分が欲しいみたいな雰囲気出したんでこいつに買われるなんて俺が買っとこうと思って買いました。それ何やってんの。でもお前意図ってのが、いや、あれよかったけどなって。いや、まあかっこよかったんで、しかも派手やし。そう、うわ、見てください、ベルサーチの金の靴。うわ、すごっ。うわ、もうめちゃくちゃいいからな、これかっこいいよ、めっちゃいいんですよ。13万ぐらい1足。これね、マジでド派手なんで俺に持ってこいなんですよ。こういうのもマジで持ってないんですよ、正直。ないよな、こんなん。ない、ここまで派手やったらさ、なんかもうよくない。すごい、こんなん、これ突き抜けてない、正直。突き抜けた、これは、うん、でこれで突き抜けていこうっていう、人目を浴びてなんぼやるんだよ、職業って。なのでこれ買いました。で、まあ、色違いって言ったじゃないですか。やっぱ金があったらポケモンと一緒なんかな。あるんですよね、銀が。おい、来た。いや、だから銀もいいんやな。銀もいかついんやって、これメタリック感というか、これメタリック感、これラファさんとかが履いてそうな感じ。そう、うん、これはこれで、まあ、最初別に俺はいいかなと思って、いらないかなと思ったんですけど、冷静にこんだけド派手なやつ、いや、あんまないやん、こういうありだなって靴が。そう、金と銀両方で履くっていうのもありなんで。ないないない、こういう楽しみ方も、金のこれも全然、あー、すごいやん、あるじゃない、ツートン。あ、ツートンだよ。だったら黒買ってくれよかったな確かに。あ、もう黒あった、黒あったんや。あったっすよ、ほんま。やったら黒買っとったら金と黒できとったやん。あ、黒あったんや。金と銀のいかつさもあるけどな。もう銀すごいもんな、これ。金と銀っていうスタイルもワンチャンありっすよね。まあ、ありっすよ、うん、なんかね、かっこいいよ、両方。あの、ベルサーチの分かりやすい、このなんかこう、まあ、確かに、そういうのはいいやろ。これがいい。それ、あ、普通に似合うもん、そんな普通の人も履いても。これは確かに光にしかって感じやもんな。めっちゃいい、マジで。で、ラスト、まあ、一番の大物かな。基本的に上着買わなかったんですけど、上着リザードでめっちゃ出るんですよ。結構いいのが出るんで、もうそれで十分かなと思ってて、あと昔のやつもあるんで。で、一着だけね、完全にこれ俺に帰って言ってるようなもんだろうんですが、一個あったんですよ。しかも意外なブランドで、こんなんあるみたいな。シャーン、うわ、これやっぱいいわ。なんとこちら、モンクレ。こんなモンクレあったんっていう。モンジめっちゃくちゃ派手なイメージないもんな。ド派手モンクレがあったんですよ。今年はこれです。うわ、もういいわ、やっぱこれ派手やな、これ。もうやばいやつだけどな、もうほぼもうこれ全身見たらマジやばい。いや、ちょっと自分の姿が見えないか分かんないですけど、着てる自分でもなんかちょっとおかしいと思ってるんですよ内側の。俺がってもなんか明らかにやばいやつになってきてるんですよ。で、これだから、これはめっちゃ目立ってるよな、ほんまに。よくない、
こっちだから絶対こっちだから、めっちゃいいじゃんこれ。人でおる必要ない絶対分かるもんね、これもあこれ、まあ、こんなドラネやつばっかじゃないけど、いやこれはいいわほんまに。これ何もしたって。いやでも全部で90万ぐらいします。その、うん、それだけでも何本やったかな、30とかあったかな。全部で90で260万ぐらいかなのお買い物でした、はい、でも正直これ大満足してます。だから今まではなんかこうシンプルで地味なやつばっかあったんですよ、まあ、無難な黒とか白みたいな。最近はこっちの方がいいなって思い出してて、うわ嬉しい。いや服大事かも、なんか自分のこうテンションが今上がっとるもん、うん、最高や、まあ、撮影したいってなるもんな。これ撮影したい、まだまだこの動画続きますからもう俺ボルテージ上がる人から、夜まで やるからこれで。この後、まあ、買い物終わったと、はい、欲しいも手に入った、うん、次やらなきゃいけないことがもう一つあるんですよ。柴田おじさんをねぎらおうと。全然わかんない、ね、急に1ヶ月以上前から柴田さんに娘かなんかの誕生日会誘われてたんですよ。でしかも場所が竜宮城なんですよね。でそのメンバーの中に加藤純一さんとか一応書いてあるんですよ、まあ、来るかも分かんないですよ、書いてあって俺も来てくれって言われてたんですよ。で俺多分無理だって言ってたんですよね、うん、正直無理じゃないですか、もうそんなプライベートでいちいちでも一応スケジュール入れてたんですよ。でちょっと前のなんかインスタの質問コーナーにやった時に柴田さんから柴田さんのやつ行きますかみたいな本人が来てたんですよ。で本人からよほど暇だったら行きますみたいなことを返したんですよね、俺そのストーリーで。はいはいはい。でよほど暇になったんで行きますいい予定でしょ、関係続いてましたから、まあ、別に俺縁切るとかないんで、ね、ネタではなんかねそういうふうになんか思われたりするかもしれないですけど、うん、別に全く嫌いなことでもないし、まあ、あの人は根っからの悪人じゃないこと分かってるんで、まあ、それはたまにうざいですけどねこちら言っとんねみたいなことありますけどまあでもやっぱね家族を大切にしてるかっこよかったりするんで、で今回の回も家族喜ばしたいっていう回の一つなんで、うん、まあちょっとそれのね応援じゃないけどお手伝いができたらなっていうふうに思ってます。あとやっぱもう俺この靴履いて出かけたら早くじゃあ、今からね柴田おじさんの元に向かいたいと思います。はい、竜宮城にお祝い行ってきました。カメラはね、まあ、ちょっと、まあ、あまり回すみたいな空気じゃなかった、本当にプライベートの空間だったんで回さずに。結構の人いましたね、15、6人ぐらいいて、僕の知ってる人で言ったら、まあ、柴田さんと、まあ、柴田さんの奥さん子供が2人、加藤純次さん、ラファさん、あとやってたサスケさん、柴田さんのパチンコ系やってるんですかねとかいましたね。でかなりこう豪華メンツで焼肉を食べて、まあ、1時間ぐらい、まあ、一緒にさせてもらって今戻ってきたっていう感じです。まあ楽しかったですね、久しぶりにね、まあ、話したのもよかったし、なんかほっこりしましたね、いい回だった本当に。更生しろ柴田、更生しろ今日の柴田さん優しかったけどな、あのさ、でもまた明日には人の悪口言うやろなもういい人路線で行ってくれと思いたいとこなんですよね。まあでもそれはそれであの人の面白さでもあるんで、今後も僕はねつかず離れずぐらいの感じの距離感でかかっていけたらなと思いました。でこの動画で最後一つヤバいことが起きてるんで、ちょっとそれを皆さんに共有したくて、本当ならこっから先のことをもう一番のメインテーマに上げても問題ないんじゃないかってぐらいヤバいことが一個起きてて、それをちょっとね見てほしいなと思います。ちょっととあるところに向かいます。ではやってきました、渋谷のスクランブル交差点のところ、ここでとてつもないことが起きています。でなんなら電車とか乗ってる人からも結構 DM 今来てますヤバいこと乗ってるんですよ。軽くあの説明してもらっていいですか。あの軽く言うと、はい、今東京都にある広告媒体をどんどんジャックしまくってるんですよ、はい、そうなんですよ。だからあの僕がトラックに乗ってたりとか、そう、まあ、ちょっと買っときますよ、電車のなんか駅の上とかに乗ったりとか、あと極めつけがセンター街のビジョンですね、あそこを1面10分後ぐらいにジャックするらしいです、はい、今から全部買いました、はい、すごい、やばいです。これ何かっていうと僕がよくやってるアプリのゼノっていうやつですね、プロジェクトゼノ、そこの会社の古瀬さんが頭いかれちゃってて本当にねもうやばいことしてるんですよ。僕からの招待状っていうことで1000万円の天城府キャンペーンをするんですよね、それ概要欄貼っときます。もうこれ3回目とかかな、そうっす、多分そうっすね、ばらまいてるんですよマジで。ゼノっていうアプリをプレイしてもらうためで、プラスアルファで国内でかなり大きめの2000万の大会をもうすぐ開きます、それも概要欄貼っときます。これあのザクレイさんとかも出場したりとか、いやマジでマジで、あの光カットから e スポーツゲームのチームが入ってきたんですよ。そうなんです、プロゲーマーとかが参戦してきてて、で優勝賞金が1000万、総額2000万、この大会が今年中に開催されます。だからどん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 このプロジェクトでの活気づいてて、新規ユーザーももう上に増えてるんですよ。で日々アップデート繰り返しててめちゃくちゃ面白くなってる。なんなら俺はもうアップデートのスピード速すぎて、最近 YouTube とか忙しかったんでほとんどできてなくて、もうあの最強の座を奪われて今もう全然勝てなくなってますやばいっすマジで。全然ちょっとエグすぎて勝てないレベルまで来ちゃってて、光るカップめちゃくちゃ盛り上がろうとしてたりとか、本当にすごい勢いでゼノユーザー増えてるんで、ぜひ皆さんもプレイしてみてほしいなと思ってます。
とにかくね、今からヤバいこと起きるんで、まあ、一緒に見届けましょう、それを。そうですね、行きましょうか、ちょっと場所、はい、そこも全部変わります。やばい、全部ですか。全部、ほんまに全部変わりました。すごっ。あの、一応カメラマンいっぱい用意してます本当にね、こう全面ジャックっていうのは今まで、ね、やったことなかったことなんで、まあ、別に自分がやりたいって言ったわけじゃないんですよ。来ましたよ。あ、問題児ですね。古瀬さんがもうなんか頭おかしくなっちゃってジャックしようっていう僕が望んだとかじゃないんですよ。ゼノを広めたいという一心でジャックに至ったっていう。でも今めちゃくちゃゼノのユーザー増えてますよ。めちゃくちゃゼノですね。あと光るカップが盛り上がりそうな気配にプンプンしてるんですよ。あと上手いプレイヤーが入ってきすぎてて本当にやばいです。どんどん上手い人増えてるんで、マジ誰が優勝するのか分かんないみたいな状況になってます。プロゲーマーの人来てます。あ、来ました。めっちゃ強かったです。めっちゃやばいです、マジで。まだ全然勝てなくなってます。本当勝てない。あ、もう最近 やる時間もあんまなくて、やってる間になんかいつの間にかなんかどうやら環境がすごい変化遂げてるし、マジそう、あれみたいな、こんなこいつら強かったかみたいな。お金かけすぎじゃないですか。そうですね、結構使いましたね。ちなみに総額いくらぐらい？やばい。まあでもその金額をかける価値があるゲームなんですよ。これね、やれば分かります。これハマってる人はマジでやってるんで、それこそ梶原さんとかね、バンバンさんの技師とかもプライベートで普通にハマってますから、有名どころで言ったら。なんか梶作さんめっちゃ面白かったのが、こう普通にゲームで、いや決勝の日ちょっと予定詰まっててって言ってて、どうしてもこの日いけないんすよっつって、どうにかなんないですかねって言ってて、あの予選で速攻で負けたって言ってました。あ、ね、あの予選がオンラインで行われてるんですよ、はい、終わったんですけども、マジで激戦。いやもうめちゃくちゃ強い。めっちゃ強い。普通に本当に課金してるプレイヤーとかも勝てないです。もちろん運の良さもあるんですけど、プレイングが上手くないと、もうデッキ構築が頭はちゃんと使わないと全く勝てなくなってて、リアルに40連勝とかそれぐらいしないと決勝上がってこれないんですよ。だからやばい状況ですね。いやこれマジでちょっと恥ずかしいもん、さすがに。いや流れた時どういう状況なの？それって全部勝った人って YouTuber 初じゃないですか。いや分かんないですけど、まあいなさそうですよ。だって全部バラバラのやつが流れてるじゃないですか。あれが普通っすよね。それをわざわざ一人でガンっていくってやばいっすよね。すごいことになったな、ゼノ。しかもこの光カップ2000万も正直すごいんですけど、この次かどうか分かんないですけど、まあ、来年とか再来年ぐらいに2億の大会を開こうっていう。え、2億成功したらいいです。成功したらいいと2億やばい。国内最大ってことですね、2億っていうのは。まあ、そうですね、まあ、今回のやつもそうですけど、はい、しょぼいことやってもしょうがないんで、お金って1点以上使って初めて効果あるから。なるほど、名言ですけど、お金は1点以上使って初めて効果がある。確かにね、中途半端やってもそれ意味ないですからね。これもだから1個だけやったところで多分あんま意味ないってことですね。やるなら全部いかないとインパクト残らないっていう。やらない方がマシなんですよ。ちょっと買うぐらいだったらお金無駄になっちゃうから、やらないか全部買うかの、しかしまあ0か100その方がいいと思います、商売は。さすが。お母さん電車見ました？電車乗ってない。写真で送られてきました。電車と1両じゃなくて丸ごとだから、歩いてるの全部なんで。すごい。歩くと絵面的には面白い。確かにね。3億かかっとかやっぱさ、普通にさ課金して装備強いのでやっとる状態と大会仕様がもう別物すぎて、もう別のゲームやな。もうどんだけ普段やっとって強くてもさ、もう別のゲームやから、大会用をずっとやってるやつが絶対強い。でもそう考えると誰にでもチャンスあるやな。いや、ほんまチャンス。ほんまに。だから面白いと思う。やっぱでもね、賞金がかかってくると本気でそれで稼ぎに行こうとする人だったら動き出すんでしょ。いや確かに。だから賞金2億ってなったらマジでさ人生変わるやん。1位取ったらマジで変わる。いや、それはもうやろうとするよな。稼げるゲームってそんなの限られてるわけやっぱ。しかもゼロのすごいところってさ、能力を必要とせんことや。頭は必要だけど身体能力っていうんだな。あー確かに。なんか動体視力、反射神経、ね、そうそれがいらんやん。それってすごいよ。そういう e スポーツって多分あんまないと思う。確かに。やっぱもうちゃんとさ、プレイングがもう圧倒的に上手くなって無理やん。頭の良さで勝ち取れるっていう。だから年取ってても多分勝てますからね、勝つ人。関係ないもん。カードゲームやから。今回最年少15歳ですよ。15歳、今回の比較勝っても15歳の方が優勝したら15歳でいきなり1000万ですよ。うーわやば、夢あるぞ。本当に15歳がやばいな。15歳で僕対戦したことあるんですよ、はい、その15歳の、はい、めちゃくちゃ強いですよ。だからバケモンみたいにやったような、15歳。確かに。そろそろ来るってこともう間もなく、もう次に来ます。この次、はい、この次行きます。マジで恥ずかしくなってきた。うわもう来るぞ来るぞ。え、おあ来た、ゼノ。すごい、全部、まさかの全部や、全部すごっ。え、ひかるさん、こっちも、おー、すげえ、こっちも1000万円をゲットって。おー、すごいな、これ。すげえ、流れてるゲーム。ロックマンコロ
も出ました。でかすぎ、でかすぎ。これずっと流れてるんですよね。はい、こっからずっと流れてるんですよ。どれくらいの感覚で流れるんですか。30分に1回ですか。30分に1回流れるの。じゃあ意外に声聞こえた。聞こえた、うん、すごい。いやー嬉しいな。でも始まりましたね、広告が。ゼノがめちゃくちゃ盛り上がってますね。ちょっと他にもこのゼノに関するヤバいこといろいろあるんで、それは、まあ、いったらここ人多いんで会議室かなんか行ってゆっくり話したいなと思います。ちょっとこれね、興味ない人もいると思うんですけど、聞け俺がこれから YouTube でどんどんでかくなっていくと、それの足掛かりになります。これ実際聞いてくれ、だからもう興味ない人も聞いてくれということで会議室向かいます。どうすか、やばいでしょこれは。さすがにちょっと想像をはるかに超える規模でしょ。いやいや、でも金額で言ったらかかったことやから、僕はまあこのプロデュースゼノリリースから関わってるんですよ。で動画ね、見返してもらって分かると思うんですけど、僕はそのタイミングで仮想通貨もいただいてて、今もそれ結構上がってて、まあ、10億いかないぐらいの価値になってるんですよ今。やばいんですよ本当に。いや本当にやばい、本当やばいですよこれね。マジですごいことです。これねすごいことなんですよこれマジで。どうもヒカルさん、あれですよ、今度っていうところに上場するのが決定したんで、はい、またいい感じでございます。いい感じ。またヒカルさんのことを金儲けさせてます。つまりコース。いやこれね本当にねすごいことで、いや正直手放すタイミングはいつでもあったんですよ。だって実際7億とか8億のタイミングで手放してもいいじゃないですか。いやもう十分ですよ。十分だけど、でもねヒカル氏は考えました。まあ、正直7億8億は自分でも稼いでます。だからこれもう見て見ぬふりしようと。もうこれ一旦忘れようって、この記憶ただ単にゼロ楽しもうと思って待ってて、今後まだワンチャン行くんじゃないかっていう、もちろんねこう落ちる可能性はありますけど、でもこれはね一発あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でじゃあお金稼いだら何なのってなるじゃないですか。 YouTube に対しての余裕がめっちゃ増えるんですよ。だから結果俺が稼げば稼ぐほど面白い YouTube 動画が撮れます。で息が長くなります。それはもちろん雇ってる人もいっぱいいるんで、今後 YouTube がどんな波来るか分かんないじゃないですか、うん、広告収益がなくなるかもしれない。なくなっても関係ないんですよ他で稼いでたら、っていう自分の YouTube の寿命を伸ばして自分の YouTube のクオリティを上げる可能性があるわけですよ。だから僕はお金を稼ぐんですよね、全部 YouTube のためなんですよ。まあ単純にゼノ面白いんで、そこに関してはなんかお金とか YouTube とか抜きに、ただゼノがおもろいからゼノを広めたいっていう気持ちは正直あります。マジでハマったら分かるんですけど、ハマるまでがちょっと時間かかるんですよ。難しいんです最初は。ただ理解するとこんなおもろいゲームないぞってぐらいやれます。でこっからねこう賞金とか大会とかが開かれていくようになるんで、もっともっと多分ね猛者たちが参入していって、いつかこう生放送とかでその様子が公開されて多くの人がゼノで盛り上がるみたいな瞬間が訪れるんじゃないかなって僕は思ってたりします。そうなってくるとすごい嬉しいなっていう。あとやっぱこうゼノを作ってるこう古瀬さんとかその他の人たちの熱量がすごいんですよ。あそれはこれ面白いのできるわって思うぐらい熱量が高いんで、やっぱ本当にすごいサービスを作るのってやっぱすごい熱量の人がいるから生まれるんだなっていうのをちょっと近くで見てて思ったんですよね。だから僕もやっぱ YouTube に対して熱を持たないといけないなと思ったし、やっぱこう熱って一番大事なんだなっていう、それがやっぱ結局伝わるんだろうなっていう、ユーザーにまでっていうのを近くで見させてもらって思いましたね。だって本当に何億何十億かけてやってるわけですよ一つのこのプロジェクト、それをちょっと近くで見れてるわけです僕は。すごいんですよ本当に、この人たちどういう次元でこう動かしてるんだろうみたいな、普通じゃ見れない景色を近くで見させてもらっててすごい刺激を受けて、俺もこう YouTube でそれを生かそうって思って、多くの人はゼロやってないと思うんですよね実際まだ、だから関係ないと思うかもしれないですけど、ちょっと僕のこの興奮をシェアしたくて。いや伝ってほしいもんなこれほんまに。やっぱね自分がこんだけ興奮したりとかテンションが上がることって少ないからこそ、そういう動画を見てほしいってなりますね。いやこれは面白いことが起きそうですねまだまだ。まあヒカルさんの金儲け部の入り江としては結構また一歩ヒカルさんを金持ちにするように頑張れたことが嬉しいです僕は、うん、いやでも本当によくやりましたよ。はい、いや本当によく頑張った。あ金儲け部部長、はい、はい、頑張ってます。いや本当に素晴らしい手腕で、はい、はい、いつものごとく僕を上に上げるという、うん、当時ね出会った時に誓いを立てましたよ。どうせ暇してるんでしょって、俺が人生楽しくするんでその分稼がせないとダメですよっていう、そういう契約で始まったこの関係、今もちゃんと続いてます。僕この間ヒカルさんとご飯食べ行った社長がいたじゃないですか、はい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 、その社長が帰りヒカルさんがいなくなった瞬間に、はい、何のためにヒカルさん協力してるんですかって言われました、ね。あなるほどね、はい、あまだ分かってないなその人も、はい、幸せになるためですよ、はい、入江さんの金儲けは僕の幸せですってお伝えしておきました、はい、その気持ちなんですよね。あそうです、はい、でも実際入江さんも僕と出会う前と出会ってからだったら多分出会ってからの方が絶対
対楽しんでるんですよ。楽しんでます、はい、これが光る効果です。お金に換えられない時間を過ごしてます、はい、プライスレスなんですよ光との時間って。本当にね価値のあるものなんで、ちゃんとそれ噛み締めた方がいいですよ。あたす、はい、今日もですね、今日も実は1億円で4億円、はい、あの儲ける商売を考えまして、すごい、どういう仕組みですか。しかも4ヶ月で稼ぎます、はい、4ヶ月で、はい、年金術で3億利益を、プラス3億を、はい、出せました。入江さんはねこういう話結構ねゴロゴロ持ってくるんで、僕もなんかもう驚いてないんですよ。最近の入江さんってニュー入江になってて、なんかもうフリーザみたいな感じで、今まで多分努力してなかったんですよ入江さんって、はい、それが最近ゴールデンフリーザになってるんですよ、はい、なんかねパワーアップしてるんですよマジで。昔はねなんかね持ってくる話が数千万規模だったんですよ。いやそれはすごいですよ、まあ、すごいですよね。数千万規模の話を月に1回か2回持ってくる人だったんですよ。今ね億単位の話を月2ぐらいで持ってくるんですよ。しかもそれがちゃんとほぼ全部そうなってるんですよ。凄まじいことが起きてます。しかも光さん、この間話してたあの歩合の話もちゃんと今日持ってきたんで、あ、多く稼がせます。素晴らしい、はい、あのね、ちょっと前に年間で3600万ぐらいの話持ってきたんですよ。でも言ったんですよ、いやもう固定だけだったら面白くないでしょって、その固定プラス歩合乗せてくださいっていう聞かしたんですよ、リレーさんに対して。そんなもんじゃねえだろうと、お前そんなもんじゃねえだろうと。もっと交渉してこいっつって、はい、もっと言ってこいよっつって、俺は甘く見んじゃねえよ。突き返したんですよもう全部。最初入江さんが言った時に、いやでもちょっとこれ結構この話固定でもう決まってるんでみたいな言ってたんですよ。じゃあやらなくていいっすよっつって、俺は熱持ってやるんだったら歩合でしょっつって言って突き返したんです。その答えが今返ってきました。ちなみにですけど、歩合、はい、だろって言いながら固定もいるって言ってましたからね、はい、固定もいるし歩合もくれって言って、うんうん、いやその最初に固定を提示してきたんだったらそれはもうもちろんそうでしょ。でもそれぐらいヒリヒリのプレッシャーの中で俺は仕事に取り組みたいってことなんですよ。金のためにやってんじゃないんですよ、自分を追い込むためにやってんですよ、そのサービス広めるためにね。それだけ分かっててほしいですね。はい、はい、頑張ってます、はいはい、ということで、ヒカルチャンネル YouTube 関係ないところでもありますけど、もう絶好調中の絶好調です。今まで見ててこんなにヒカルさん楽しそうに、しかも再生も取って、うん、めちゃくちゃ無理やり取ってる再生じゃないっていうのは、そう、本当そうなんです。俺はそれがすごいと思う。マジでその通信簿で言ったら五角形あるじゃないですか、はいはいはい、全部オール10、制約も満たされてますきっちり、はい、はい、金欲満たされてます、はい、YouTube の承認欲求満たされてます、再生も取れてる、評価も取ってる、はい、もう全部五角形です。たまにはちょっと開けてもらってもいいですか僕に。あ、でも入江さん既婚者なんで。忘れてました、はい、ちょっとカットしてもらっていいですか。あ、制約の部分をあ、ちょっと開けてもらおうですか。入江、ねね、さんはだから、はい、あの五角形のうち制約だけ1位ぐらい頑張ってるんです本当に。今ゼロっす。ゼロゼロで頑張って、もうマイナス5ぐらいで頑張ってました。そうですよ。でもたまに海外逃げていく時ある。まあね、本当にねありがたいことに絶好調です。だから YouTube にも余裕があって、内側にもちゃんと目を向けれたりとか、本当にねみんなのおかげで今はあれなって思いますね。僕は本当運がいいんですよ。もう最近ねこのいろんな人に成功者に会った時に、ヒカルさんなんでこんなうまくいったんですかって言われた時に、運が良かったんですって言っちゃうんですよ。まあ、入江さんとの出会いもそうですけど、運がいいんですよ。入江さんって別に僕と組まなくても、元がもうアホみたいにもう大名みたいな人なんで、元が生まれが、だから別に何でも良かったんですよ正直。たま出会ったんですよそれが。だからそれも運なんですよね。いやそんな実力ですよそれは。はい、そう思います、まあ、僕はぶっちゃけ僕もそう思ってます。はい、はい、そうなんですよ結局ね、全員僕たちが運があったんです。全員の運が合わさってここに来てると、はい、相乗効果なんですよね。ヒカルさんは実力です。確かに実際ね、はい、あの入江さんもめっちゃ運いいと思うんですよ。僕も運いいんですよマジで、うん、でお互い相乗効果でこうなってるんで、あとはまあ裏にまあもう一人高橋さんっていう人がいて、まあ、その人も一緒にこうねやってくれてるんですけど、絶好調です。高橋さんはうまいことやってる、うん、高橋さん本当にね、たまにこっちの人何もやってないんじゃないかなって思ってあるんですけど、うん、きっちりでもね要所要所で仕事抑えてくるんですよ。いやでも本当にここまでの規模に YouTuber がなれるって俺すごいなと思うんです正直。うん、普通の YouTuber じゃ考えられないビジネスに携わってると思いますね実際。まあそれはもう僕のコントロール外のところもいっぱいありますけど、でもそれはもう本当ね多くの人を支えられながら助かってます。入江さん本当にありがとうございます。もう消させます。はい、ヒカルさんのおかげでいろんな人も出会えたし、うん、楽しいですよ毎日。日本の入り江でこうねやってたところが今も世界に変わったことしてるんで、確かにもう世界って僕のコントロール外で僕の影響外なんですよ、うん、凄まじいところに行こうとしてるんで、なんか一丁持ってるのとなんか何十人が最近会ってるんですよ。桁違いなんですよ、一丁手に上がらないんです。一丁なんですね。もうヒカルさんそこに並ばないといけないです。いやそうなんですよね。だから入江さん言ってるんですよ、早く一丁稼げと、1000億の時代終わったと。うん、入江1兆円計画もうプロジェクト始動してる。そこはもう見え出してるってことね。入江さんも、僕と入江さんって実はファミリーなんですよ。固い絆を血縁関係以上のものがあるんですよね。入江さん1兆行ったところには俺何兆行ってると思う。あ、そういうことね。はい、いや行きますよ。行ってもらうと困るんですよ。
正直。いや今までやっぱクモムの上の存在っていうかもう見えなかったんですよ。だいぶ見えるようになってました。それってすごい大事なことで、やっぱ僕もビジネスやってたら分かるんですけど、見えたらいけるんですよね。見えた世界ってたどり着けちゃうんですよね。だから僕がビジネス始めた時って見えても1億かなって思ってたんですよ。で1億いくと10億見えてきたなみたいな、うん、で10億いくと100億見えてきたなってでなっていくんですよ、どん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 。だから入江さんはもう今多分1兆が小指ぐらい見えてるんです、足の小指ぐらい。そこからなんですよね。頑張ります。で本当これからの活躍に期待してますよ、はい。でもお互いねこうね役割が決まってて、僕は YouTube の営業力を落とさないってことにプライド持ってます。正直それはもう入江さんがどうとか関係なく自分で勝手に責任持ってプライド持ってやってることなんで、それだけは自分の意地っていうか絶対に出ないところとして再生落とさないようにしてます。それが自分のできることかなと思うんで、入江さん入江さんでこう別のこだわり持ってる部分があってやってるんで、本当にいい関係、手をつなごうみんなで。おっす、うん、一人で生きていけん。人っていう字はね支え合ってできてるんですよ。俺どっち側すかこっち側です。なるほど、やっぱり、はい、やっぱり、はい、はいはいはい、って言ってるんですよ、はいはいはい、でもどっちかが支える方なんですよ。僕は倒れてる側です、はい、そうやって成り立ってるんで人っていうのは。頑張って耐えます。だから皆さんもね一人で生きていくんじゃなくて、たまには周りに甘えましょう。まあそれは親なのかもしれない、友達なのかもしれない、上司部下分かんないですけど、支え合ってきてるんで、自分一人じゃできないことでも周りの協力があればできるようになっていくんで、人を信用するって大事なんですよ。自分が信用されたかったらまず自分が信用しないといけないんですよ。僕はね結構ねパッと見ね詐欺師みたいなトークしますけど、俺かなり人のことを信用するタイプなんですよ。よく言われるんですよ、信用しすぎてやばいですよみたいな、ってぐらい人を信用します。でもだからこそ信用してもらえると思ってて、まあ、もちろん信用したら裏切られる時もありますけど、でも100人いたら正直僕の周りではもう99人はちゃんとしてくれてます。まあ、1人ぐらい裏切んの。でもそこはもう正直分かんない世界なんでね、この人裏切るか裏切れないかなんて見えないんで。で僕は思うのは、裏切られないような自分にならないといけないなって。裏切らない方が相手にとってメリットがあって裏切らないわけですよ。裏切るぐらい価値がないやつだったら裏切られるんですよ。だから自分が価値であれば周りは絶対裏切らないんで、そういう人間になろうっていう意識であれば多分周りに信用できる人が増えていくはずです。で全てのことがうまくいくなって思うんで、ぜひ心がけてみてください。いきますか、ちょっとまたしちゃってるんですけど、はい、いきます。では、会社到着しました。これやばいでしょ、理想のこうなんか IT 企業って感じしますけどね。ここで働きたいわ。こんなすごい人数の人が動いて一つの作品が生まれてるって考えたらね、すごいよな。懐かしいな、ここ私ここで全てが動いた場所だよ、これ。ここで動いたんや、すべてが。何でしたっけ、新時代来てます。はい、新時代来てます。でも本当新時代が到来してる感を俺感じてるんです。気づき始めたんです、ゼロの面白さに、多くの人が。これってすごいと思ってて、でしかもなんか最初の方は課金したやつは勝てるじゃんみたいな、はいはいはい、あったんですけど、もう大会は関係ないんです。それがそうなってくるとまた話変わってくるんですよね。まだまだこれ来るなっていうのを思いますね。ちょっとじゃあゆっくり話しますか、はい、お願いします。はい、じゃあ藤さん、はい、最近でもあれなんですよ、このゼロのやつの動画に出過ぎたせいで、夜のお店でヒカルさんの動画で見たっていう風に言われるんですよね、僕。すげえな。ユーザーはめっちゃ増えてきてるんですよね。結構増えてきてますね。海外も増えたのもそうですけど、まあ、今日本でも着々と増えてますね。今大会もあるのもそうなんですけど、やっぱり僕らは日本人だっていうのもあって、日本でのプロモーションがやっぱりやりやすいんですよ。うん、まあそうですね、それ。なのでやっぱり同時多発でいこうと思ったんですけど、はい、日本を、まあ、テレビ CM やるのもそうなんですけど、はい、一旦重視してからでいいかなっていうふうに思ってますね。やっぱなんか目に何度もつけば興味持つっていうのはありますもんね。なんか俺もなんかこう無料のアプリとかやってる時にずっと同じような広告流れるじゃないですか、うん、最初の方はなんかどうせ思んないからやめとこうと思って、もう20回見たらなんか一旦とりあえずそれダウンロードしようかなってなったりするんで、そういう効果あると思うんで、やっぱこう言い続けるっていうのがやっぱ大事なんでしょうね。今後のゼノの流れで言える範囲で何かあるんですか、こうなんか今後こうなっていくみたいな。今ロックマンクラブ始まってるんですけど、はい、複数のゲーム会社さん、あとはまあアニメとかですね、はい、のコラボの交渉が進んでいて、おそらく決まるであろうというのが何個かもあるので、なのでそこでまた何段階かこう盛り上がっていくだろうなとは思いますね。確かにね、他の作品のファンから入るっていうのもめっちゃよくある話ですからね。コラボで人をやっぱり引くっていうのってゲームだと当たり前の手段なんですけど、僕も悩んだんですけど、ゼノノーマルの形あるじゃないですか、はい、あれに寄せて作ることもできたんですよ。僕がやってるコラボのロックマンってロックマンそのものじゃないですか、はい、それはファンの方が喜ぶ方がいいに決まってるじゃないですか。いやそうですね、ゼロに似てるってこれロックマンじゃないってなっちゃうから。確かに。ただ今後もコラボしていくときにはもうそのままのやつが出てくるってことです、ね。でもそっちの方が絶対嬉しいよな。嬉しい。特別感もあるやん、はい、だってそのロックマン持っとったらさ、かっこいいよ、うん、それだけで。なんかだからひょっとしたら再来年とかだったらもう見た目がスマブラみたいになっちゃってるかもしれない。まあ、それぐらいの進化を遂げるかもしれない。すごいですね、だってそれアップデートのスピードが速すぎるもん。いやだから結構
ードの増えるやん。ほんまにほんまにそうそうそう、早くてもうあっという間になんかこんなん増えとったんやみたいなことがよくある。うん、調整とかめっちゃ早いですよ。早いマジで。ちょっとバランスがみたいなとこ、うん、やばいもんな。これってこうゼノをリリースする前にある程度予測を立てるわけじゃないですか。まあ大体1年経ったらこうなってるだろうみたいな。その予測はもう綺麗になんか予想通りいってるもんなんですか。まあ、正直ベストではないですね。なるほど。現状においては日本を最初から主戦場にしようと思ってなかったんですよ。海外で僕やろうと思ってたんで。海外が思った以上にまだ行ってないってことなんですか。海外より、そうですね、日本では僕無理だと思ってたんですよ。 PVP って人と戦うじゃないですか、はい、日本人ってこれ得意じゃないんですよ。ああそうなんですね。だって PVP ってどこで流行るかって言ったらアメリカとかなんですよね。だから狩猟民族と農耕民族の違いなんですよ。ああなるほどなるほど。だから日本人は協力者ってことですか。そうです、協力者です。あーチーム戦が好きなんですね。そうなんですよ。だから向かないと思ってるから肌からアメリカ見てたんですけど、はい、どうもなぜか日本でも受け入れられてしまったので。へー、あそうなんですね、はい、最初海外でやったんですよ。最初からそうでした、はい、実は今アメリカの広告もやってるんですよ。テストでちょろちょろ出して。だから僕みたいな YouTuber 使うしかないんじゃないですか、アメリカの。ミスタービート使いましょう。ミスタービート使いましょう。でもやばそうや。でもあの人使うのやばそうや。規模でかすぎて。もう圧倒的ですもんね、ミスタービートは。ああそうですね。あでも入江さんにお願いしたんですけどね。ビースト使えるんですか。ビーストなんて多分もう案件にバカみたいなやばいでしょ。たまに3日前に上がってた動画、100円の家 VS 100億の家ですね。ミスタービートだってパッと見登録者的に見ても多分1案件下手して5億とか10億とかじゃない。それぐらいじゃないですか、マジで。そういう多分次元の人ですよね。でもなんかゲームアプリやってましたよ。たまに見るんですよ、ゲームのアプリを宣伝やってたよ普通に。でも僕2週間で3億使っちゃいましたからね。確かに。じゃあビーストになったじゃあビーストになったわけです。でも日本で流行らせなかったのによく僕を起用しようと思いましたね。それもすごいですよね。確かに。とにかくおまけに一旦言っといたらと思って行ったってことですよね多分ね。あ違います。最初に会った時に僕言ってるんですけど、はいはい、お金に近いイメージがある人がいいなと思ったんですよ。でそのお金に近いイメージがあって影響力ある人っていうと、まあ少ないですね、僕が思いつくのはヒカルさんしかいなかったです、まあ、確かに僕ぐらい再生数持っててお金のイメージ合ってる人いないかもしれないですね、実際今日本では。ってなってくるとやっぱアメリカミスタービーストですよね。めちゃくちゃ金使ってて本当あの人やばいですよね。でも俺見たんですよ、そのアプリ宣伝してるやつあったじゃないですか。俺調べたんですよ、そのアプリ全世界ダウンロード1位取ってましたよ。効果はやばかった。なんかその動画の中にその人にそのアプリで戦わせるんですよ。でそれで賞金とかになるんですよ。あでもランボルギーニを勝ち取ろうと思ったらそのアプリで対戦して勝つっていうのがミッションに入ってたんですよ、その動画見た時。でめっちゃうまい動画の宣伝してるんですよ。でやった結果そのアプリが確かなんかパズルみたいなアプリだったんですよ、見た時。それが全世界1位で1ヶ月ぐらいずっと1位やったみたいな、みたいなのを確かなんか見た気がします、それ確か。だからアブスターもやばいんですよ、起用者バケモンですって。僕 YouTube 見てるんで分かるんですけど、登録者があの人 2億達成したの最近、2億とか、まあ、1億の人いるんですよ。でもあの人のリアルタイムの視聴数はもう別格です。2億人いて本当に1億人とか2億人がリアルタイム見てるんですよ。で普通って1億人でも再生数1000万とか800万とかで、あの人は異次元なんですよ、マジで。ツイッターの影響力ですら異次元なんですよ、あの人。あなたもうバケモンですよ、マジで。YouTuber の視点から見てもありえないです。だって PewDiePie とかも登録者が1億人、まあ、いますけど、再生回数は100万とか200万とか、いい時に1000万とかいきますけど、基本数百万なんですよ。ミスタービーストは平均1億再生いくんです。バケモンです、マジやばいです。編集のクオリティも高いですよね。しかも高評価とかコメントの数ももう段違いなんですよ。BTS 以上に高価なあ、ありえないです普通に。確かに。やりましょうよ、イレイさん。ビーストやりましょうよ。やっちゃいます。やりましょうよ。じゃビーストその一回依頼してみたいですよね。金額知りたいですもん。そていうかあれですよね、ヒカルさんと撮らなくてもいいから見たいですよね。いやビーストね、撮影。いや確かに。いやあれはもうその全 YouTuber が異次元と思ってるもう頂点です本当に。しかもビーストに並ぶ YouTuber は今のところ誰もいないです。もう本当足元にも来てないです誰も。だから T シリーズっていう映画のインドの会社があって、それが登録 2.5 億くらいいるんですけど、それはなんかもう1日に何本も動画上げてテレビ局みたいな感じなんですよ。だから個人とかじゃないんですよね。でしかもファンもそのビーストもついてないんですよ。だからミスタービーストはもうレベル違います。だって日本でも字幕と吹き替えでナルトの人が声を出しますからね。いやーすごいですね。確かにそうですよ。だって出した次の日には日本人見れるんですよ。今だからあれ全世界字幕と吹き替えまで入れて全世界で見れるようにしてるんですよ。だから日本人もミスタービースト見てるんですよ今。日本の人たちめっちゃ上がってるっていうの最近見ました、記事で。やりましょうじゃん。やりましょうみたいな。いやいやビーストって聞き込んだら俺多分ヤバいと頼むけど。大丈夫でしょ。大丈夫っす。信じて来てます。いやこれね、ヒカルさん交渉一緒に行きません？行きたいっす。一緒に行くんすか。一緒に、いやどうにか案件受けてくれっつって、はい、現金バーンって、はい、ちょっとミスタービースト行きたいですね。会いたいですね本当に。やつヤバいんですよ。ヒカルさんちょっと会って交渉してみてくださいよ。行きたいですね。皆さんお願いします。
これ入れた次はあの願いが叶うから投稿しておきます。あっはい、ミスタービーストと仕事がしたい。いやでもね、ビーストは本当にヤバいですよ。月1本ですからね、彼。クオリティも企画も編集もなんかもう全てがなんかちょっと圧倒的ですよ。いや異次元です、本当に。YouTuber のもう頂点頂点。だから僕は日本版ビーストみたいになりたいっていう思いはあるんで、でミスタービーストがその言ってるインタビューがあって、最初からずっとそのお金がない時から先月稼いだ金額を全部次の月に YouTube で使うっていう、それを未だに続けてるって2年前ぐらいのインタビューで言ってましたからね。だから10億稼いだら10億次の月使っちゃうんですよ。マジで化け物なんですよあいつ。しかも動画のためにやってますからね。いや本当そうなんですね。飛んでますね。めっちゃ稼いでますよね。年間でね、100億とか多分。そうですね、 YouTube だけ多分100億数百億ってロボ確か規模ですよ、あの人。しかもハンバーガー屋も1000店舗とかあるんですよ。ハンバーガー屋、ハンバーガー屋自分でプロデュースしてるんですよ。もう最悪、なんでもいいっすわ。じゃあそのもうハンバーガー屋のコラボでもいいっすわ。ミスターミスターだったら何でも大丈夫です。ちょっと声かけてみてください。はい、ちゃんとやってみます。これすごいこと決まるかもしれない。これやれたらすごいっすね。いや、本当にすごいっすよ。いや、やっぱり伝説、伝説いきましょうよ、伝説を。普通のことやっても、はい、そんなの死んでんのと変わんないっすよ。伊さん、ちょっと光さんみたいになるのやめてもらっていいですか。本当にね、もう林さんのキャバクラ行ってる場合じゃないんですよ。林さんのキャバクラ行って、ちょっと用語できたとか言ってる場合じゃないんですよ。確かに。ちょっと閉まっちゃうなと思ったんですよ。早めに行かないと。ちょっとミスタービースト頑張っていきます。本当に古市さんの規模感がよく分からなすぎて、たまにあっと脅かされるんですけど、そういう規模感で全部動いていくかもしれないんで、見届けてほしいですね。もしそれがなかったらね、撮影するときはもう回します、YouTube。ありえないことなんでね、ビースト。絶対に。多分ほとんどの人は見てないと思うんですけど、見てる人は、まあ、知ってるし、見てない人一回調べてください、ミスタービーストって。ビーストめちゃくちゃ見てますので、ね。やばいっすね。めちゃくちゃやばいっす。なんかもう札束をドンって置いて、それをこれから大砲で撃つから、全部バリケード作って守りきったらそれ全部やるとか。ああ、そう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 。めちゃくちゃやってたり、なんか時間かけてこのお金やるから、このお金でこの金を守りきってみようみたいな。で守りきった分だけ手に入るみたいな。もういややってること意味わからない。ヒカルさんやったらどうですか。それが日本じゃ戦われるんですよ。いや受けない。あの企画無理よな。日本の国民性ではだって車とか壊すんですよ。受け入れられない。本当に日本人壊すと怒るんですか。怒ります。車がかわいそうだったんですよ。僕なんてだってマイスさんの軽自動車にペンキぶん投げて叩かれてるんで。これは本当にジャックミスタービートってやったんですよ。本当にもう1000分の1ぐらいでやったら大炎上しましたからね。ということで、ちょっとゼノから話脱線しましたけども、いろんなことがこれから多分起こっていくと思うんで、ゼノやらない人もそこだけは見届けてほしいですね。うん、まあ、僕の YouTube で定期的にやっていきますから。でも興味ある方はぜひ概要欄の方にゼノアプリ貼っとくのでダウンロードしてやってみてください。大会がこれから定期的に開催されるはずなんで、本当に平等にねチャンスが与えられると思うんで、誰しもチャンスあります。だから今から始めても頭一緒だったらガチで勝っちゃうんで、だからぜひねプレイしてみてください。あと天牛キャンペーン1000万のやつ、それもやってるので、ガランフのそれ詳細貼ってるので、結構な確率で当選します。今はこれ3回目とかですよね。そうですね。もうそれがなんかもうマストなってきつつあるんで。結構人が天牛ゲットしてるって。いや本当にそれ、いやすごいマストになってるの、マストになってきてやばいです。本当にどんな財力があるのかって本当正直そこが知れないです。はい、これ本当ミスタービーストが現れた時はね、いや変な人数十億動いてますからね、その時本当にワンチャン。いや本当にでそういう規模の人なんでね、あの人分かんないですよ、どれくらい持ってもらってるか。まあでもね、ちょっとねそういうのも注目しながらぜひプロジェクトゼノ見てもらえたらなと思います。はい、というわけで、今回めちゃくちゃいろいろまあありましたけど、もう最初僕スマホ変えるところから動画スタートしてるんで、もう全然ね地味わかんないと思うんですけど、面白い動画になったんじゃないかなっていうふうに思います。まあいろいろコメントしてください。はい、そんな感じで今回これで終わります。ありがとうございました。家帰ってきてね、しみじみと、まあ、初心に帰ってカップヌードル食いますか。久しぶりに食うんですよね。でもやっぱ結局これうまいよな。マクドと同じぐらい食ってきたやつ。声枯れたわけよ、喋りすぎて。でもなんかこう YouTube 始めてほんまになんか考えもせんかったような出来事が次々起きとって、いろんな人の協力もあってめちゃくちゃ楽しい。それをこうねみんなに見てもらうのが俺はマジで楽しい。まあ、みんなからしたら別に見たくないものもあると思うし、まあ、面白くないものもあるかもしれんけど、俺はそれを見てもらうのがやっぱ好きやし、聞いてもらうのが楽しいから、やっぱこうビジネスっぽいことって、まあ、避けられがちで、やっぱ基本的にはねエンタメが一番いいのは分かっとるんやけど、ビジネスやってきたから今こんだけ安定して YouTube やれとるし、ほとんどの YouTuber がやっぱ広告収益に頼って生きてたからしんどい状況っていうのは結構聞くんですよ。でも俺は全く広告収益がなくなってもノーダメージなんですよね。
もう僕の稼ぎの中で広告収益が占めてる割合ってもう 10% 切るぐらいなんですよ。ってぐらいもう広告収益に頼るっていう状況じゃなくて、でもだからこそ効率度外視で時間かけてやってることができてて、だからビジネスは僕の中で外せなくて、ビジネスしてるから YouTube やれてるっていう。でこっから先10年20年長い間今のメンバーを減らさずにプラスアルファで人を増やしたりしようと思ったら絶対に稼がないと限界が来ちゃうんですよね。だから僕は今後も、まあ、基本的には楽しいことエンタメばっかりやるんですけど、ビジネスもやっぱり見てもらいたいなと思ってます。それはまあ僕がこう YouTuber としてこれが長くやってきたら絶対必要なことなんで、そこだけはまあ見てほしいとまでは言えないですけど、そういう動画上がるってことは理解してほしいなって、まあ思んなかったらもう閉じ回っても大丈夫なんで、もちろん、まあ、でもそれをできる限り楽しんでもらえるように自分では工夫してやっていこうと思ってるんで、今後もこういうスタイルでねやっていけたらなって思います。じゃあ食べますか。いただきます。やっぱ当たり前じゃないからな、こうやって毎日おいしいものが食えることも、こんないい家に住めることも、このメンバーでやっていくことも、視聴者の人がこんだけ いてくれることも当たり前じゃなくて、昔なかった日常を今作り上げたけど、なんかちょっと吹けば飛ぶようなもんやと思うし、俺はだからこそ常にこう真剣に向き合っていかないといけないなっていう。恵まれた環境っていうのは当たり前にあるんじゃなくて、みんなの協力があって成り立って、もちろん自分の努力ももちろんあると思うし、もちろん運もあると思うし、そういうのが全部あって成り立ってるっていう、そういうのをできるだけ忘れないようにして活動を続けたいなと思ってます。まあ他の YouTuber がね引退とか脱退とかいろいろあるじゃないですか。その中でも最後まで残りたいなと思ってます。しぶとく、もちろんオワコンにならずに今ぐらいの影響力を持って最前線でやりたいなって、そのためなら僕は何でもするっていうぐらいの気持ちでやってるんで、本当に YouTube が好きですね。ここの底からね、この思いは本当にもう嘘偽りなくここの底から持ってます。他にも好きなのもいっぱいありますよ。俺女の子が好きとかありますけど、どっちかと言われたら YouTube 撮るんでね、ってぐらい YouTube はかけがえのないもんですね、自分にとって。もうこんな楽しい場所ないんで、本当に嫌なこともあるし、もちろんしんどいこともあるけど、 YouTube があるから人生こんな楽しいんだろうなって、で YouTube があるからいろんな人と出会えたし今関われてるんだろうなって、今自分を取り巻く全てが YouTube で生まれたもんなんでね、って考えたらやっぱやばいなと思いますね。まあ、初心を忘れずに、でもやっぱ変化していく分は変化していくから、変わっていく分は変わっていくっていう、このバランスなんでしょうね。変わりすぎてもあかんし、変わらなすぎてもあかんし、そういうのを全部ねちゃんと考えながら活動していきます。あと何より楽しみます、マジで。このかけがえのない時間を楽しまなかったらもったいないんで、本当に最近ねメンバーと踊ること増えてきて、でも楽しいんで、それが俺はやっぱなんだかんだこう周りが笑ってるのが楽しくて喋ってるんで、キャストやってる時もそうやけど、コメント欄でいい反応してくれるからわけわからんジョーク喋ったりとかするし、それが楽しいんです俺は。みんなが笑ってくれるから喋ろうって思うんで、だからその関係をねもうできる限り長く続ける、それがまあ人生の永遠のテーマかもしれないですね。継続するっていうことが、何かをこう成し遂げるとか1000億稼ぐとか1兆稼ぐとかっていうのがもしあったとしても、それを達成したからめっちゃ幸せとかではないと思ってて、今を続けることが最も幸せで最も難しいと思うんで、今の人間関係をね、まあ、それを一番のテーマに置いてますね。まあでもこうやって変われたのも結局 YouTube があったから、視聴者の人がいたからなんで、本当に感謝してますね、全てにおいて。でもまさかこの携帯変えるっていう動画からこんなこと喋ることになると思ってなかったけど、でもたまに語りたくなるな、ありのままのこう自分の思いっていうのを聞いてほしくなるわ。俺のことをさ少なからずちょっと応援してくれてるとか楽しんで見てくれてる人に言いたいのは、みんなが見てるヒカルはまだまだでかくなる、人間的にね凄まじい進化が遂げていくから安心してほしい。 YouTube をやってきて最初の方は正直ね、人間的にもまあもちろん今も未熟やけど、ま、もっと未熟で幼かったしバカなこともいっぱいしてきたし、考え方的に自分を本意すぎたなと思うけど、もう今だいぶ変わってきて、なんかまだまだ変わっていくのかなって自分の中で思ってて、あこの人応援してよかったなって思われる人になりたいなって思うんで、そういう人で居続けたいと思ってるんで、まあプライベートは遊びますけどね。俺はなんか思ったんですよ、本当割り切った関係で自分にとって都合のいい女の子と遊びまくるってそれが俺なんですよ、もうそれは多分もうやめれそうにないです正直ね、うん、その中で仕事をやりたいっていうね、もう恋愛とかもうしたくないんですよ、めんどくさいんですよね、どうでもよくて。まあだからそこじゃないやん、そのなんか一番の最重要ポイントが光にとっては、もしかして恋愛とかする可能性もあるかもしれんけど、結局俺はその子だけを愛す人がないんで、ここの人がそう思っちゃってます自分で、今の時点ではね、うん、分かんないですよそれは。もちろんでもそれはなんかこう隠すことなくやりたいんです、そうやってもなんか隠して人を傷つけるとか嫌なんですよね、本当俺はこういう人間なんだっていう、それでも俺は愛してくれる人と一緒にいたいっていう、うん、まあ、それで光が変わる可能性もあるから、その女の子に出会って、うん、あその子こんな愛してくれるんだったらこの子愛そうとかなる可能性もある、うん、確かに俺のこと変えれるかな君に、君たちに、まあ、分かるんやな、それは変えてほしい俺は。こう光というねこう自我の強い人間を変えるとか言うのであれば、それはすごい。いや今の自分の気持ちは素直な気持ちはこんな感じです。その中で YouTube を全力で楽しむっていう、プライベートも全力で楽しみたい、もう遊びまくりたい、うん遊んどる時が一番なんか光がキレキレっていうのは、まあ結局もうなんかその今までの過去多分10年間でまあ俺ら動画撮影してきたけど、一番遊んどる時が一番どうキレるっていうのはもうなんかあるけど、そのデータとして正解昨日も女の子いた
だからいいんかも、常識。それはなんか分からないけど、もう実際でもそうだと思った、ほんまに、うん、なんか乗っとうというか、今日もなんか乗っとったけど、トークにキレがあるとき、大体なんか特定の相手おらへんときっていうか、うん、ほんとそうなんですよね。人生最高に楽しいですよ、プライベートでやれることやれて、 YouTube でもこう自由に発信できて、制限がないから、でしかも結果もついてきてくれてて、ありがたいことに、うん、もちろんね、この結果っていうのは水物みたいなとこあるんで、落ちるときも落ちたりするんですけど、そのときはそのとき必死に考えて、みんなで知恵振り絞って一丸となってやっていくっていう、それをもう延々と繰り返してきて、これからもそれをやっていきたいなと思ってます。ありのままの僕を愛してください。一つ保証できるのは、とてつもなく魅力的な男です。僕は本物です。全くまがいもんでもなく、偽もんでもなく、才能の塊です。ガチで心から本当にそう思います。だから、まあ、多少の欠点とかマイナスいっぱいありますけど、目つぶってください。他にいっぱいプラスがあるんで、そこに目を向けてください。マジでとてつもない男なんで、保証します。僕がそんな感じでいろんなこと喋りました。いろんなことを動画の中でやりましたけど、これがヒカルチャンネルなんやなっていう感じやな。もう開いて最後まで見たら分からん。俺でも予測してなかった。これがもうあかんかったらもうこういうのやめるし、これがもしかしたら最初取ってまうかもしれんからな、分からんや、ほんまに。何が伸びるかなんてな。まあでも楽しいな、 YouTube 無限に喋れるし、もうほんままだまだ喋りたいの、俺終わりたくない。だってほんま終わってもよかったんやん、あそこで。でもなんかもう急にカップラーメン食べながら語りたくなったなと思って。まあ別にキャスでやってもよかったんやけど、まあ、たまにはありかなってちょっと足してみました。じゃあ終わりますか。実は本当に皆さん感謝します。マジで楽しめてます YouTube。 まあ俺のことをね、変わってしまったって嫌いになる人もいっぱいいると思います。まあそういう人の声も届いてます。離れていった人もいっぱいいます。でもそれでもできる限りたくさんの人に見てもらえるように努力は続けてるつもりなんで、その自分は10年経ってもいなくなってないんで、熱を込めて頑張るっていうことを忘れずに今後もねやっていきます。じゃあ長くなりましたけども、コメントでたくさん感想ください。終わります。ありがとうございました。